今日はホーム葛飾区奥戸総合スポーツセンターから昨年の関東一部優勝チームで現在は2位につけている強豪栃木シティとの対戦です。稲本は43歳、そして今度は40歳ということで日本代表でも多くの経験を積んできた2人のボランチがどんな中盤でのプレーを見せるのか。さあ今大前から稲本から奥原へのボール、栃木シティのゴールマウスを向いている稲本から縦へ、少し長くなった、切り返して縦へ使う、大前トラップして稲本へ、おっと360でターンして後ろにいる今野、巻いてくるボール、ゴール前どうだ、惜しい、果実家の前、中林このボールを抑えられるか、胸で抑えた、ナイストラップ、下平縦奥原大前横に置いて、いいね、シンプルで佐々木、さあチャンスだぞ、ファーサイドに関口がいる、さあクロスボール、ゴール前滑る、あーこのボール、さあ奥原このボールをなんとか収めたい、収まった、右を使う、さあ後ろから佐々木達が猛ダッシュ、奥原もさあ奥原打てる、あー惜しい、さあどうする、中がちょっと少し足りていないか、届けゴール前、佐々木達也クロスゴール前どうか、野村惜しい、まあでも今のはファールファンドかと思いましたけど、今度いけ、さあどうだ、いけ、さあファーサイド1対1で勝負しろ、関口がいる、ファーに関口がいる、ゴール前奥原、しかしここを栃木シティがついてくる、ナイス残した、もう一度素晴らしい、さあもう一度返しましょう、いい流れだ、クロス上がる、ファーサイドオフ、その前に上がりました、いい旗が上がりました、そうですけども人数少ないんで、はい、コーナー取りたいですね、来た、さあゴール前、これは打てるか、中に関口がニアに来た、奥原これはコーナーキックもあるか、上げてくるか、コーナーじゃん、ファーサイドに今野もいる、あとショート来た、下平がクロス、低いボールだー、奥原薄く当てたかったんだろうな今ここで前半終了のホイッスル、ビッグチャンスを作った南葛 SC、 見事な前半45分とアディショナルタイム、稲本に代わって26番の秋山が入るものとみられます、いいと思います、はい、ボールをクロスとして入れるようになってきました、あっと三原倒れない、さあ人数が多いぞ、大前が中にいる、さあ三原少し戻す、中にいた、ね、秋山縦入れた、奥原惜しい、いい試合、面白い試合になってますね、集中力切らさず、はい、最初ライン頑張ってると思います、おっと田中ゴール前直接来た、おっと、いやもうこれは完璧でしょう、そうですね、左から切っている、このボール奪いたい、浮いたボール、大前のシュート、ここで19番の玉城に関口と楓で投入になります、29番の下平、27番の横須賀が投入されることになります、回が下がるのかな、なかなか敵陣に入ることができません、苦しい展開です、それでも運んでいく、殺さずにすごいパス、さあ右も佐々木達也が上がっていく、その前を使う、横須賀か、打ってきた、惜しい、ワンタッチありました、いやー見事なカウンターだと思いますですね、栃木抑える、前を向いている選手に落とす、クロスボール上げるか、田中クロスボール、ゴール前、新井と交代です、いやー今度もよくこの時間まで頑張りました、そして大前とデイビッソンの交代です、これで5人全員を交代させました、これは長いか、巻いていくボール、フリーになった、ゴール前2人呼んでいる、
ニアから後ろのところよくボールを抑えた、縦に入れるデイビッソン、ここから後ろから来ているデイビッソン、倒れない、右を使った横須賀ファーで奥原が呼んでいる、デイビッソンもいる、デイビッソン打てない、体を入れてゴールキック、ここでタイムアップ、3対0、栃木シティが快勝を収めました。